今日楽しんで。今日はもう、ね、何でしょうかね、ちゃんとした MC はルカちゃんに任せて、人一倍楽しみたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ちょっと喋っていいですか？いいです。はい、大丈夫です。お願いします。オートレースファンの皆さん、それからそうでない皆さんも、こんにちは。ツッコミを受けということで、久しぶりにですね、飯塚オートにファンカン、本当のファンカンが帰ってきました。久しぶりということで、かなり内容もボリュームアップさせて、皆さんをお迎えしております。メインイベントのオークションまで、皆さんお時間が許す限り楽しんで帰ってください。今日はファンに感謝する大切な日なので、選手みんな全力で頑張ると思いますので、みんな楽しんでください。将来子供がオートレーサーになりたいんじゃないんですけど、なんか今からやっておくことありますか？篠原選手からなんかアドバイスありますか？そうですね、今は絶対いい方がいいと思うんで、ゲームは振る振るに、はい、まあ、唯一入れるのはもう毎日オートレーサーに連れてくることです。自分はルーティンが多すぎて、ちょっとみんなにいろいろありすぎって言われるんですけど、まあ、考えてしてないんですよね、なんかこう胸に手を当てるとか、なんか操作したり、はい、なんか、まあ、とにかくスタートの操作をするときは切れます、はい。無駄に動いてることは決めました。ありがとうございます。原選手お願いします。何かありますか？いやー、ないですね。原選手は大きい大会とか緊張されますか？めっちゃ緊張します。します。手が震えます。ありがとうございます。竹谷選手に何かあるの？まあ、心がけるようにはして、なんかレース入る前とかにダイエットしなきゃなとか思って心がけるんですけど、やらない。北田選手なんですか？僕には、まあ、若い頃は結構緊張してたと思うんですが、最近は全くしません。緊張した時の方が仕方ない。
聴いてください。ソード。上がりましたね。絶対5000円です。5000円からスタートさせていただきます。
視察や支部長より閉会の挨拶をよろしくお願いいたします。はい、皆さん本当に最後までありがとうございます。選手はレースを頑張るのはもちろんのことなんですけど、これからも、こういったイベントや選挙など力を入れていこうと思っていますので、ファンの皆さんと共に飯塚オートを盛り上げていきたいと思っています。これからもどうぞ応援よろしくお願いします。売れてます。めっちゃ忙しい。めっちゃ忙しい。見てこの行列。あ、ユーチューバー。ちょっと待って。今作ってくれる人だから。すごいな。もらっちゃった。天がないと食えないけどな。いただきます。羨ましいな。釣り子とか。羨ましいな。うまっ。美味しい。てか、ご飯欲しい。羨ましい。これは。ねえ。羨ましい。食べる。ペイを食べてみる。